エースストライカー、鎌本国重チャンネルへようこそ。このチャンネルでは、サッカーについて鎌本さんにお聞きするチャンネルとなっております。鎌本さん、本日はよろしくお願いしまはい、す。よろしくお願いします。では、早速なんですけど、今回のテーマは、アジア予選、先日行われたオマーン戦についてというテーマでやっていきたいんですけど、スタジアムの方で直接ご覧になって、いかがでしたか？もう一つパッと戦試合だったけどね。前半はなんていうのかな、いい感じで、試合に入っていったのと違うかなと思うんですけどね。なかなかやっぱり一つのチームのコンセプトっていうのが、なかなか一つのチームになりきれてないっていうね、そういう点が最後の、決定打が出なかったっていうところにあるのと違うかなっていうぐらいに思いますよね。案外、オマーンも日本の戦い、試合のやり方っていうのを知ってるだけに、やっぱりパスワークで来られるっていうことからして、やっぱり中を固めてというような、ところが非常に強かったですよね。だからもう本当に堅守速攻っていうか、固く守って速攻で攻めるっていう以外、勝ちようがないというように、オマーンも思ったんじゃないですか。そういうところからして、やはり日本がやっぱり、攻めきれなかったっていうところが、やっぱり敗因の原因になったというように思いますけどね。この試合、結果は0対1で、敗戦ということで、このアジア予選で、なかなか、今、アジアのレベルもかなり上がってきている中で、日本は、日本とオーストラリア、韓国っていう、この3つが大体台頭して、先陣を切っている中で、なかなかそのオマーン戦で負けてしまって、もう日本もアジアの中ではその強いとは言われてきてはいましたけど、結果このように負けてしまったっていう部分では、やっぱりその他のアジアの他の国ももうかなりレベルが上がってきたことですかね。そうですね、やっぱりアジアの他の国も、日本、ある意味は韓国、あるいは中国も控え、中国もそうだけども、フィジカル的にも強いイランだとか、サウジアラビアだとか、オーストラリアだとかっていうところが、やっぱり本命視されてるところじゃないかというふうに思うんですけどね。残念なことに、日本の選手は非常にうまいんだけども、局地的なそういうボールの回し方だとか、そういうことに関しては非常に、他のチームよりも優れたものがあるというぐらいに思うんですけど、やっぱり最後のところもね、点を取るっていうことになってきたときに、一つの形が出てこないよね。どうやって点を取るの、誰に点を取らすのか、その選手がどうするのかっていうところのゴール前の、攻防っていうのがほとんどないっていうかね。なんていうのかな、これはもう、あるんじゃもう常套手段だと思うんだけども、下から行ってダメなら上から行かなきゃしょうがない。上ばっかりじゃダメだから下からも行かなきゃいけないというような両面を使わなきゃいけないというところはあると思うんです。そういうところからして、例えば、ゴール前で競り落た、シュートを打って、跳ね返ってきたボールをミドルシュートで狙うとかね、そういうような試合のその点の取り方っていうのは、なんていうのかな、計算されてないっていうかね、行き当たりばったりにやってるっていうところに、日本の、攻撃の、脆弱さがあるというように私は思いますけどね。ボールは支配できると、キープはできると、ダメだ、後ろへ返しゃえっていうような、そういうやり方じゃないと思うんだけどね、私は。それを日本の選手っていうのは、サイドチェンジをしたら、そこでいかに早く突破の形を作るかっていうのが、この戦術的に非常に大事なことだけども、敵の選手が目の前に現れたらもう後ろへパスしてしまうというようなことではね、戦うという
姿勢そのものがね、まあ、出てこないっていうか、負けになっちゃうっていうか、もっと戦わなきゃいけないのに違うかなと思いますよ、うん、体と体をぶつかり合ってね、ペナルティエリアの中に入っていくっていうことをしないと、その中に入っていくと PK も、もらえるかも分からないし、相手もディフェンスしにくいというようなことがありますよね。でなのにそのペナルティエリアの中に入っていくじゃなくて、周りをボールでポッ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 つないだからって、点にはならない。もう私はもう何年も前からそういう話をしてるんだけどね、一向に解消されないというところに、うん、日本のサッカーの問題点があるんじゃないかなと思いますけどね。なるほど。まあこの日本の近代的なサッカーもそのまあスペイン寄りというか、パスを主体にっていう細かいパスでっていう、ただそれを続けているとこの日本の現状だとなかなか勝ちきれないというか、うん、まあ相手がよっぽど、まあちょっと言い方が悪いと弱い相手じゃないと勝てないっていうのは、なんか僕もオマーン戦見ててすごい思って、まあスペイン、そのオリンピックでスペインと実際試合した時も、まあ相手と同じ、そのスペインもボールをパスで持ってポゼッションをしてっていうチームなんで、あれだったとかもしれないんですけど、こういうオマーンみたいに引いてブロック作って、で、ボール、マイボールにしたからもうすぐ前にっていう、こういうチーム相手になっちゃうとなかなか日本っていうのは、まあ今までも結局なかなか点が取れずに、相手のカウンターでやられてしまうっていうのが、まあ過去の日本代表とかの試合でも多く見られてた部分ではあるとは思うんですけど、うん、この昔は昔もね、アジアのサッカーの中でやっぱり日本が弱い時っていうのはね、そういうサッカーをしてたわけじゃない、うん、ブロックを作って守って、うん、そして最後はカウンターで攻める、あるいはゴール前高さで勝負するというようなサッカーをしてたわけやけども、やっぱり一人一人のサッカーの選手のレベルが上がってくると、一人一人の選手のレベルが上がるということは、それぞれのポジションでね、例えばセンターバックは何をしなきゃいけないのか、ミッドフィルダーの選手は何をしなきゃいけないのか、トップの選手は、最前線の選手は何をしなきゃいけないのかというようなことから考えればね、私はもう昔からの自分の持論だけど、前の人は点入れなきゃしょうがないの、うん、前の人が結局最後は点を入れなきゃチームは勝てないんです、一番近いところにおるんだから、うん、そのトップの人がそういう工夫をしなきゃいけないわけです。常に自分がボールの受け手でしょ、出してじゃない、うん、ボールの受け手ですから、受けた時にこのポジションでボールを受けたらどういうようにシュートへ持っていくか、最後の決定打をどういうようにして打つのかっていうことを、どこへ走り込んだらいいのかとか、そういうのを周りといろんな話し合いをしながら、最終的に自分が仕事ができるそのものを作り上げていくっていうのは大事なことでしょう。だからそういうものが全然見えてこないよね、どういうようにして点を入れようとしてるのか、